Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story is about Zekaria Satin and his last wish. He wrote as follows Maybe by comparing her genome with ours, we would find out what are those missing genes that they deliberately did not give us. Maybe. I cannot guarantee that, but maybe. And then, as to Queen Puabi, Wikipedia writes as follows: Puabi was an important person in the Sumerian city of Ur during the first dynasty of Ur, 2600 years BCE. Commonly labors at the queen, her status is somewhat in dispute. Several cylinder seals in her tomb identify her by the title Ning or Erish. A Sumerian word which can denote a queen or a priestess. The fact that Puabi, herself a Semitic Akkadian, was an important figure among Sumerians indicates a high degree of cultural exchange and influence between the ancient Sumerians and their Semitic neighbors. Who was Puabi? What was Puabi? Here, you would know the reason why Zachary Seton left his message as his last wish. Queen Puabi had got an enormously large head, almost 2.7 times larger in capacity than that of an ordinary human. Then, it's not at all surprising if Zachary Seton thought Queen Puabi to be an extraterrestrial being or a kind of genetically modified hybrid human. I, Hiroshi, with ゼカリア・シッ i n は次のような言葉を最後に残し2010年この世を去りました多分、プアビのゲノムと人間のゲノムを比較すれば私たちは彼らが故意に人間には教えなかったミッシング・リンクが何であるかそれを私たちは知ることができるだろう多分 保証はできないが、多分と。プアビ、つまりウルの女王プアビなぜゼカリア・シッチンはそのような最後の願いを遺言として残したかがその理由は簡単にわかりました女王プアビは少なくとも人間ではなかったからです 頭蓋骨の大きさは私が比較したところ長さ比にして1.4倍体積比にして2.7倍もありました身長についてはわかりませんが頭蓋骨から計算するとかなりの巨人だったと思われます今日の動画はその謎に迫ってみます画面を見ながら説明します、えー ゼカリア・シッチンはですね、2010年に亡くなりましたけども、その亡くなる前にですね、最後のウィッシュ、願いとして、まあ、遺言として、次のような言葉を残しています。つまりですね、ウールで見つかったジョー・プアビの骨をですね、DNA 鑑定してほしいと。そうすれば、私の一連のですね、説が正しかったことが証明されるはずと。まあ、ゼカリア・シッチンはですね、メイビー・ e ブとって言葉を使ってますけども、まあ、それは学者としての控えめな言い方だったというふうに私は理解しています。 で、これがクイーン・プアビですね。ジョー・プアビです。で、まあ、ジョーであったかどうかということについては、何かしら議論があるみたいですけども、ともかくも、まあ、最高位の、まあ、ミコであったということですよね。で、まあ、ゼカレシチンの言葉はここにあります。私の正しさを証明するためにも、ジョー・プアビの骨の DNA 鑑定をしてほしいと。で、プアビはこのウルに住んでいました。そして、そのウルから、このプアビの遺骨が発見されました。 でこのプアビについてですね、シュブアドと、まあ、ことだという説もありますけれども、シュブアドイコールプアビだということになりますね。まあ、別名だったということになるわけです。まあ、ともかくも、ジョープアビですね。そして、まあ、現在ですね、このような被り物を被った上に、まあ、こうしたその装飾物があをですね、ジョープアビンが被っていたというふうに考えられているわけですよね。しかし、まあ、今回ですね、まあ、あの、 ジョー・プアビの遺骨って言いますか、骨が見つかってですね、ジョー・プアビはまあ人間とは違う、あまあ、波外れた大きな頭蓋骨を持っていたということが分かりました。これはあのジョー・プアビの復元図です。まあ、要するに、その装飾物がまあ異様に言ってますか、まあ、大きかったわけですね。ですから、ジョー・プアビは頭に被り物を被った上に、そうしてこうした装飾、まあ、物を頭につけていたということになるわけですね。まあ、そういうふうにも解釈されている。 いるわけですでもこれがですね、まああの、ウルの、ウルの、まあ、まあ、発掘現場ですね。で、こうして、まあ、このウルの遺跡から、ジョー・プワビの遺骨が、遺骨っていすか、骨がですね、発見されました。で、現在これはですね、えー、ロンドンのですね、ナチュアル・ヒストリー・ミュージアム、ロンドンというところに所蔵されています。まあ、はっきり言えば、出所のしっかりとした、まあ、骨だということですね。まあ、 よくあるインチキの、まあ、骨とは違うということ。まあ、骨というか、インチキの画像とは違うということですよね。左が上、あのジョープアビで右が 人間の頭蓋骨だそうです。大きさを、サイズコンパリゾンをまあこのようにしているわけですよね。上が上、プアビス。まあ、いかに大きいかということですねでで。私が長さを測っていましたら、まあ、これが1.4倍ということ。長さ比で1.4倍ですよね。ですから、体積比に直しますと、1.4の3乗で2.75倍というふうに私は計算しました。なあち、頭蓋骨のです、ね、容量が、ね、2.75倍あったということです。 でこれに対してですねあの、ペンシルバーニア大学のね、まあ、どこかの研究室だと思いますけども、えー、ジョー・プアビのですね、装、え、飾、ー、物をですね、まあ、どのように、まあ、身につけていたかっていうのことを多分調べたんだと思います。で、まあ、普通のこのマネキンの上にですね、まあ、大きな被り物に一度かぶせて、そしてそのジョー・プアビの装飾、えー、物をこうしてまあ飾っているわけです。まあ、その周囲のですね、えー、人たちとの大きさを比べていただくとわか,かりますけれども、まあ、2.7倍。 の容量があるということは、あながちそれほど違った計算ではないと思われます。まあ、比較してみてください。まあ、先ほど言いましたようにですね、ペンシルバニア大学のこの様子を見ますとですね、まあ、あまりにもその装飾物が大きいということでですね、まあ、普通の人間がですね、一度こうした被り物をかぶって、まあ、あのヘルメットとも言えませんけども、大きな被り物をかぶって、そしてその上にこうしたその装飾物をですね、つけていたと。まあ、そのように解釈しているというふうに私は理解しています。 まあ本当に大きいですね。あのまあ、こうして今、あの飾り物をです、ね、復元しているわけだろうと思いますけども、マネキンの方をよく見ていただくと分かりますけども、普通の人間のマネキンを使っているようですね。ですから、まあ、かぶり物という、まあ、あの言い方があちこちに出てきています。で、検証してみます。で上が上、プアビで、下が、まあ、下、あの まあ私たち普通の人間の頭蓋骨ですね。まあ、いかに巨大だったかということは、これでもってわかるわけですけども、ただこの、まあ、プアビの女王の骨がですねこれだけ大きいということは、別の大きな意味,意味がその向こうに隠されているということですね。まあとで申し上げますけども、古代の神々は、まあ、巨人でした。でしかし、今まではですね、まあ、壁画であるとか、 絵の世界での話だったんですね。あるいは伝説の話であったんですけども、こうして実際に、まあ、ウルからですね、あの、ジョー・プアビの遺骨が見つかったということですよね。で、まあ、その遺骨というか、骨が見つかったということですよね。で まあこれはラージヘッドということになるわけですけども、こうして見ると、簡単に言いますと、大きく分けて3つの骨が、ます3種類の骨をがあるということになります。左がですね、これあのパラカスで見つかったコンヘッドです。で、これはあのエジプトの,まああの像ですけども、やっぱり頭が上長いんですね。もう一つは後ろの方に長いコンヘッドもいるわけです。上はそのマリ、アフリカのマリで見つかったコンヘッドですけども、それがまあエジプトのですね、ああ サンンカーメのの妹のネフェルティティになったとで中央がですね、今回、まああのまあ、私が今ここで述べているパービーですね。パービーの図ですけど大きいですね。で、まあ私は左はあのた縦型コンヘッド、右はですね、横型コンヘッドと呼んで分け,分けて考えています。まあこれも林、広し、説ということになりますけども。で、エトフのですね、あのいわゆるまあここで中あの思い出したのがエトフのいわゆるラージヘッドです。 以前はラージヘッド、それから少し前にはヘルメットをかぶっているんじゃないかという説も考えてみました。まあ、この、こ,れこの、いわゆるそのプアビのですね、プアビ、ジョプアビのですね、骨を見て、私はこのもう一度これを見直してみました。で、中央にこのラージヘッドがいるわけです。で、一番右端に人間がいるわけですね。で、このラージヘッド、後ろの方に、あいわゆる頭が後ろ長い、頭、前、前、上に長いですね、コンヘッドがいると。で、ここにですね、大きな、まあ、頭のエイリアンと思われる、まああの 人物がここに座っているわけですね。で、その,その前右の方には重刀人間ですね。重の頭を持った重刀人間がいて、一番最後にこうあの最後尾に人間がいる。ま、いわゆる人間は、序列がそれほど低かったということになるわけです、まあ。いわゆる重刀人間よりもあ序列が低かったということになるわけですね。まあ、ベジプトではこれ犬ということになっていますけどもね。まあ犬、まあ、日本では狐ということになるんですね。で、左の方が超刀人間です。で、こうしたその まあ、いわゆるそのカモイに、カモインにですね、こうした彫刻が彫り込んであったと。で、この中央にいるこのラージヘッドと、まあ、プアビと、まあ、直接今まで結びつくれば出てきませんけども、その可能性は非常に大きいということですよね。あの、ウルで見つかってるってことですよね。ですから、その、ひょっとしたらこれは、あ いわゆるそのプ,ロプアビのまあ仲間ではなかったかというふうにも判断できるわけです。で結論ということになりますけども、もう一度このあ見ていただきたいんですけども、左がラージヘッド、いわゆる、まあ、私はビッグヘッド、ジャイアントヘッドなんていいんですけどもや、大きな頭蓋骨ですね、右が人間ですね。人がしかし、この事実はですね、大変重要な事実を私たちに教えているわけです。すなわちこの頭蓋骨がですね、人間と神々をつなぐ接点、あるいは神々のいわゆる、まあ、物的証拠ということにもなるわけです。まあ、その もう一度このここを確認していただきたいんですけども、まあ、現在のところ、この被り物を被っていたというのがまあ一般設定でありますけども、このやっぱり頭蓋骨を見ますと、普通ではありませんね。ですから、被り物を被らなくても、巨大な頭を持っていた、すなわち巨人であったということになるわけです。ということになりますとね、今までは壁画の世界だけでですね、古代の神々が巨人であったという、まあ、私はそういうふうに唱えてきたんですけども、まあ、そうではなくて、ここに 初めて言っていいますか物的証拠が出てきたということになります、まあ、この図を見ていただきたいんですけれども、一番右にいるのは私はミトラだと思っていますけれども、ちょっと胸が大きいかなという感じがします。で、右、右一番右にいるのは、まあ、神で、その左にずらずらっと並んでいるのが人間ということになります。で、まあ、いろな神々を見てもですね、これはシャーマスだと思いますね。太陽の紋章が入る、シャーマスの紋章がありますから、それから真ん中に月、真の,あの紋章が入ります。これはダリウスですね。馬と比べてみて、 あの左がダリウスで右がアフラマズダーということになってますけど、馬と比べてみてください。足が地面に届いてますね。これはアルテミスですけども、ヤギ。これはあの小ヤギじゃありませんよ。角がありますから。軽々と綱を持って、これもそうですね。馬に比して大きいと。これもですねあの左がです左右にいるのは子供ということになってますけど、子供じゃありませんね。それか格子も大きいですね。それから、まあ、日本でいうと聖徳太子も大きかったんですけども、ミトラも大きいですね。牛をです、ね、上から押さえつけていますで。これが決定的ですけども、ペレセプロスに残るダリウス像ですけども中央 にいるのがダリウスですで、周りに並んでいるのが人間ですね追い方ですね この大きさ、比べてみてくださいね。ダリウスがいかに巨人であったかということは、これでわかるわけです。今まではこういった像を見てもですね、古代の人たちは神々を大きく作ったんだというふうに言われてましたけども、ここで頭蓋骨なち上部プアビの頭蓋骨が出てきたということですで。左が人間の頭蓋骨。その中央にいるのがプアビ。このプアビの頭蓋骨が、いわゆるダリウスの、ダリスの,のいわゆる骨の,の大きさと同じになったということはですね、まあ シチンが何を言おうとしたかはもうわかりますよね。いわゆるそのパワビ女王のですね、頭蓋骨を DNA 鑑定すれば、こ,このパワビ女王は人間ではないと。ならち、エイリアンと、いわゆる神々の接点を、この頭蓋骨によって証明できるっていうことを、まあ、 わるシーチンは考えたということなんですね。ですからこのような遺言を残したということです。なあち、パービジョーの DNA 鑑定をしてくれれば、私の説の今までの、ね、説が正しかったことが証明されるんだかもしれないと。まあ、そのように、あのゼケリアシーチンは言い残して、この世を去りました。 私も同感です。まあ、あの、ゼカレシッチンのですね、石を継ぐためにもですね、ぜひ DNA 鑑定をやっていただきたいと思います。まあ、ところでですね、そのプアビの、えー、遺跡と言いますか、遺骨と同時にですね、この現場が見つかっていました。この現場についての謎は、えー、続くビデオの中でいたします。これはゲーム版ではありませんでした。それでは皆さん、バイ、フォ o r Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story is about the mystery of Uru over 3000 years. Sir Henry Uri discovered a strange game board in southern Iraq, a game board which dates back to 2600 BC, and game played on the board was obviously a favorite of the royal family at that time. The game is called known later. As a name of 20 squares.But this was not a game.It was a calendar, or I say God's calendar.Here is its proof and evidence. 南イラクで奇妙なゲーム版が見つかりました。ウルです。紀元前2600年頃、つまり今から4600年ほど前のものです。Nijumas ゲームと呼ばれ、 それれは現在、大英博物館に所蔵されています。アッシリアで見つかったサルゴン王の宮殿にあったという像の足元にもそれが描かれているといいます。半人、半獣の像です。がそれはゲーム版ではありませんでした。林博がその謎解きに挑戦してみました。題して、ウル3000年、正確には4,600年の謎ということになります。 結論を先に言えばそれはゲーム版ではなくカレンダーでしたわかりやすく言えば神々の予定表それをこの動画の中で証拠を添えて証明しますもともとはシュメールのゲームであったと言われていますウルで発見されたのでウルのゲームとも呼ばれていますがもちろん世界最古です現在2種類の類似したゲーム版が残っています 他にややコンセプトの違う2種類の原版も残っています。どれも20マスになっていることに私は最初に着目しました。つまり20イコール7たす13です。つまり7たす13イコール20です。が、これで謎が解けました。今まで誰も解けなかった謎が解けました。7曜日かける13週。 イコーール91日、つまり1シーズンです。それを春夏秋冬の4シーズンを繰り返すと 91×4=364 日です私たちがトランプと呼ぶあのゲームカードと同じ構造のカレンダーになっていましたでゲームの仕方などについて多くの研究家が それぞれ別の説を立てていますが、そんなものは意味がありません。日本でも天文検査機を同郷と言ったり、簡易天文観測装置を銅鐸と言っているのと同じです。人間は、えー、自分が理解できないものがあると、身近な知識の中からそれに似たものを探し出し、それを当てはめ、それでもって理解できないものを理解したと錯覚する性質を持っています。自ら 錯覚ししようとしますその方が安心できるからです。ともかくもそのゲーム版が神々のカレンダーであったことをここで説明します。画面を見ながら説明します。今、右から7曜日に分けています。日、月、火、水、木、金、土と逆ですね。そして1日ごとに駒を進めていきます。こうして今日は何曜日であるかを知ったわけです。まあ、今は水曜日ですね。 そして次に木曜日になります。あ、今日は木曜日だってことになるわけですね。そして金曜日です。そして土曜日になります。土曜日まで来ましたら、これで1、1週が終わったわけですね。ですから、1のところに駒を置いて塞ぎます。そしてまた最初から日、月、火、水、木、金、土と繰り返して、今度は2週終わったことになります。そして3週目、4週目、 というふうに終わっていくわけです。まあ今2週目が終わったところですね。で今度は3週目に入ります。で今度は4週目に入ります。こういうふうに順にコマを毎日進めていくわけです。そして5週目にから入り、今度は8週目に入ります。 で八週8目、9週目、10週目が終わったら、11週目、12週目、13週目と進みます。これで1シーズン。なわち、91日 7×13 イコール91日が終わるわけですで。1シーズンですね。そして第2シーズンに入ります。そして同じように、同じことを繰り返します。そしてこ、 91日が終わって、今度は第3シーズンに入ります。そして今度は第4シーズンに入ります。まあ、当時のことですから、当時からスタートしてますから、第1シーズンというのは春ということになります。で、こうして 7×13×4 で、これでまあ91日になるわけですね。1シーズン91日となります。それを4回繰り返しますと、365という、4となるわけですね。それ 何らかの形でトランプカードと同じように。 まあ1を足して長官。トランプカードの場合は1を足すわけですけどもね、365。すなわち1年間のカレンダーとなります。この説明は後で続けてしますので、ここでは簡単にしますが、トランプカードは13枚4組になっています。4シーズンですね。そして1を7回、2を7回、3を7回ずつ繰り返して、それぞれのカードを7回ずつ7曜日で繰り返します。そうしますと13、13×4×7 イコール364という数字がここで出てきます。まあ トランプのカードと同じコンセプトで作られていたのがウルのゲームということになります。詳しくは続く1248号の方で説明しますから、そちらをご覧になってください。そして、まあ、それと同じコンセプトで作られているのがウルのゲーム版ということになります。なわち、これはゲーム版ではなくてカレンダーということになるわけですね。が、この程度では皆さんまだ納得なさらないと思います。こじつけだ、こじつけだという意見が常について回ります。 まあそれについてはもう少し後にまあ検証してい,って言いますが説明しますがこうしてウルの4600年のですね謎が解けたということになります、まあ、4600年間誰も解けなかった謎がですねまあ少しだけ物の見方を変えるとこのように簡単に解けるということですそれでまあこれがですねもう一つのバリエーションを持っているということです もう一種類の現場がありましたね。で、それをどのように理解するかですけども、それもこれから説明しますので、えー、注意深くご覧ください。赤いところ下のね、右の方からサンディー、マンディー、チューズー、ウェンディー、サルティー、フライディー、サーダーになってますね。で、この右の方を並び替えます。まあ、長いものですから、まあ、いわゆるまあ、短くして使いやすくしたとも考えられるわけです。そしてサンディー、マンディーを上を持ってきます。そして今度はチューズディー、ウェンディーを下へ持ってきます。 そして少し並び替えますね。サンデ w マンデ e s d ー y ウェン r s d a y f フライデ y という、まあ、私的に知っている曜日に並び替えます。そしてそれを4シーズン繰り返すと。これで謎が解けましたね。しなあち、まあ、ウルの原盤に2種類あるというのはこういう意味です。もう一度見てみますと、今お見せしましたのはこの原盤です。右の方に6、そして中央に2、そして左に12個になっています。合計20ですね。使い方は同じです。 で、13足すならば20、すなわち20マスゲームということになりますけども、これは20マスゲームではありません。で、先ほども言いましたように、皆さんはこれでは納得なさらないと思いますね。が、もう少し我慢してお待ちください。今見せ,、まあ、見せましたゲームが上のゲームです。 説明しましたのねそしてそのバリエーションがその下のゲームということになりますがこれはゲーム版ではありませんゲーム版であるという前提で考えるから謎を謎が謎を呼びわけがわからなくなるのですそこで検証していますでもう一つこの現場を見ていただきたいんですけどもまあ今言いましたように7曜日と13週そしてここにまマークがありますねここに8方向に伸べる光線のマークが書いてあります そして右の方には20の,、まあ、の 5×4 の20書いてありますね。そしてここには5があります。まあ、そしてもう一つあって、ここには、えー、14個ですね。そしてここには4個の、まあ、印がある。この4種類のマークなんですね。ゲームであればこんなマークは使いませんよね。この5種類のマークで、まあ、構成されているということです。そこでこの5種類のマークは何かということですよね。それをこれから説明します。 えー、この8、まあ、方向に伸びる星のような形、これはもう一目瞭然、イシュタールの紋章なんですね。で、ここをちょっと見ていただきたいんですけども、えー、ここにここは20周になるわけですねあの20センチ。20周目になるわけです。そこでですね、この、まあ、マークをちょっと照合してみますと、この20周目、ね、はなわち84日になるわけです。そしてここが85日になるわけですね。85日。 いわゆる1シーズンの85日目ということになります。そして順に見ていきますと、85日,日目と、それから89日と、えー、に同じマークが出てくることになります。そこでこういうふうに考えるわけですね。同じマークが並んだときには、その日は特別だということです。同じマークが並んだときには、それが特別だということですね。で、まあ、イスタールの文章に重なりますから、えー、イスタールの日ということになるわけです。 まあこういうふうに神々のカレンダーですよね。今日はマークが重なったから、私の日よってことになったわけですね。そして、まあ何かの祝い事をしたと思われます。そしてもちろん先ほど言いましたように、左の文章は、これはイスタール・イナンナのマー、まあ、 セイクーと神聖なる紋章です。民がイシュタールです。このイシュタールがですね、実はウルに彫刻されてるんですね。これはウルの門に壁画をです。そしてその壁画の中にはイシュタール・イナンナがこのように彫刻されています。まあ、ご覧になっていただくとわかりますように、まあ、ウルというのはイシュタール体験関係が深いということです。これがイシュタールの紋章ということになります。ではもう一つのこの二重のマークは何かということですね。 このマークについても説明しておきます。5×4 は20になっていますね。この20というのは、シャーマー氏の神聖数,数ということになります。神、いわゆるまあ神聖な数ということですね。すなわち、20というのはシャーマー氏のシンボルナンバーということになります。中央に今お見せしましたのが、シャーマー氏のシンボルマークです。シャーマー氏ですね、みんな。シャーマー氏というのは、イシタールの兄ということになっています。まあ シュメールではウツと呼ばれていましたね。そしてこのシャマーシと、えー、シュタールが組んでキリスト教を立ち上げます。まあ、バビロニアの神々、もう一つの経図を見ていただきたいと思います、えー。簡単に神聖数の説明をしておきます。で、この神聖神々の経図、えー、ですけども、これがアヌオーですね。そしてエンディルですね。そしてエア、エンキですね。えー エ,ンキデスエアと呼ばれていました。それからこれがイスタール、イナンナです。そしてその、えー、右にいるのがシャーマーシュですね。いわゆる、まあ、シャーマーシュですギ。ギリシャ神話ではヘリオスと呼ばれていました。そしてニンフルサガですね。あるいはニンフルサガとも呼ばれています。それぞれが執行したシンボルマークを持っています。 そして同時に神聖数、なわち神の数を持っていました。イシタールは8とか16という数字も持っていましたね。日本のですね、まあ私たちが菊の紋章と呼んでいる、五紋と呼んでいる、あの紋章が16になっている。なわち太陽の紋章ということになるわけですね。まあ、要するにこうして神聖数というのが決まっていたわけです。シャマーシュの神聖数は20です。シャマー,のシ,ャマーシュの神聖数は20です。 まあこうして20という数がですね、先ほどの現場の中にやっぱりあるわけですね。まあ、こうしてまああの調べていきますと、あの現場はですね、このシャマーシュの紋章が揃ったときには、左のですね、いわゆる週の紋章と、そして右のですね、曜日の紋章と揃ったときには、それはシャマーシュの日であるということを示したものと私は考えています。林博士はそのようにまあ仮説を立てて説明しています。 これがイシュタールの紋章ですね。あごめんなさい。右があの、はい、シャーマシの紋章です。太陽の紋章です、まああの。ヘリオスはですね、やがてアポロに、えー、その座を奪れますね。そこで、まあ、あイシュタールと、まあ、シャーマシと組んでキリスト教を立ち上げ、イシュタールはマリア。イシュタールのヘブラミ名はマリアですからねあの、キリスト教を立ち上げます。ですから、シャーマシがイエスになるということになるわけです。 で、もう一つこの文章を見ていただきたいんですけども、左の赤いのがこれが石とあルの文章、右がシャマーシュを表す数ということになります。他の三つは何かの神々を表す、あるいは何かの意味のある言葉だと思いますけども、今のところ私は不明にはわかりません。まあ、要するに、まあ、この二つが解けましたのでね、いわゆるメインキャラクターですね。 左が,シャ左がイシタル、そして右がシャーマーシュです。真ん中はコーナーストーンです。それぞれの王がですね、その教会に建てていった教会石と呼ばれています。下がイエス、シャーマーシュがキリストという名を語り、そしてマリアがそのままの名前で、 ま、イスタール教ですよね。イイスタールがローマ時代に、イースターと名を変名します。で、このゲームブックですね。これは元々はゲームブックという方で、シモクスさんという方からイギリス行った帰りにお土産としていただいたものです。シモクスさんどうもありがとうございました。やっと謎が解けましたと言いますかね。今日皆さんにこうして紹介できるようになりました。これはただのゲームではないということです。 これがその、まあ、ゲーム版ということになりますね。これで皆さんもうお分かりですね。このゲーム版は何であるかということです。そしてそのバリエーションがその下のもの、もう一,もう一つのバリエーションということになります。コンセプト、使い方は全く同じです。ですから、7たす13イコール20の20マス、ゲーム版となっています。 これが今日の結論ということになります。すなウル、サるゼ0年あるいはヨンセン年の謎ということになります。まリ、あ、続くビデオの中では、トランプカードの使い方を説明します。興味のある方はどうかご覧になってください。バイ t h i s is Sister Aryan, Ranske, and Hiroshiyashi, Japan.Gas Calendars The Pyramid and Chechen Itza and the plain cars have got the same concept of calendars. It's my pleasure that I can show you the god's calendars. This is Chechen Itza. And Chechen, the pyramid of uh, Chechen Itza has got 91 steps and 91 multiplied by 4 equals 364 and 64 six, one top of the pyramid makes three hundred sixty five. So this' a day, number of days a year. This is uh, pointed out by Lansky San Japan. right? I mean ninety one steps each and multiply by four and plus one. The top of the plummet makes three hundred sixty five. And sister Orion, my friend, uh, pointed out that the uh, playing cards has got the same concept. Four seasons. Uh, sort uh, spring, summer, autumn, winter, and the playing cards has got thir thirteen cards, and each card has got seven days from Sunday to Saturday. So thirteen multiplied by, by seven makes ninety-one. So each card each has each, I say each card has got 7 days I will show you much uh, later a little bit later So each season has got 91 days and it start winter solstice and spring equinox and summer solstice and autumn equinox and at the end of the year, you have winter solstice. So you will know the sort of season with this playing cards. Ninety-one multiplied by, by four also makes three hundred sixty-four, and plus Joker makes three hundred sixty-five. This is what C. Starion San have, has, have, uh, has found. Very very uh, surprising fact. And this is Sei uh, card theory, or calendar. So there are seven boxes from Sunday to Saturday. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Right. So each day you put a card here like this. Uh, one, 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 one. This makes. Uh, then you will know the weekdays of the weekdays of the week right like this and seventh day right like, like this made and next uh two card two fourteen you repeat like this every day moving up a uh, a card each step every day and forty two days fifty six sixty three seventy seventy seven 84, and at the end of the king, you have a spring equinox, and then you repeat the same uh, movement every day to know the date and weekdays. And when uh, 182 spring solstice. You will know the season like this way. Now, 20, 245, 266, and when you have 20, 273, uh, three, you have uh, autumn equinox. You know the season. then you will know the date week month and season and of course as well as year with these playing cards this is what caesarion sun has found new fact and at the end of the year three hundred sixty four and winter solstice came, comes back again and you put uh, joker again so three hundred sixty uh, plus uh, joker makes uh, three hundred sixty-five days of a year. So this is a new theory created by Sister Orion, and it's very surprising to know that uh, pyramids in Chichen Itza and uh, the playing cards has got the same concept of calendars. This is what I want to, you to know. Thank you very much for watching, and see you next time. Bye. Hello, this is Seastar Orion and、uh, Hiroshiashi j a p a n h、uh, e l s e u s calendar in ancient times.Cars for calendar. 古代の家庭用カレンダー。トランプはカレンダーであった。という大変驚くべき情報が シスターオオリオンささんかららもたたれましたこれが皆さんご存知のトランプですけどもなぜ13枚あるのかなぜ4組あるのか皆さんはお考えになったことがあるでしょうかシースター・オリオンさんがですねこのトランプの謎について明快な答えを 教えてくださいました今日はそれを紹介しますあとでもう一度詳しく検証してみますがですねセスターオリオンさんはトランプはカレンダーであったと主張なさっていらっしゃいます検証してみますまず 13枚のカードがありますね。で、4組で52枚になりますね。それを7倍しますと、 まあ、13×4×7 になります。すなわち、364になって、それにジョーカーを加えますと、365になります。そして縦に見ていきますと、7、1週間ですね、7、7、7という数字が出てきます。まあ、このことは直接、これから、 説明することとは関係ありませんけれども、まあ、縦に見てもですね、28×13、364、それにジョーカー1枚を加えますと、365になります。検証してみます。スイスターオリオンさんはこのように説明してくださいました。 少しわかりにくいので図解してみますまず7つのマスを作りますこの7つのマスは日月火水木金土に該当しますそしてスペードの1を毎日1枚ずつずらしていきますそしていっぱいになったら次に今度はスペードの2を先頭に置きます そして同じように1枚ずつ毎日ずらしていきますこうして次は3ということになりますね3を同じようにずらしていきますで3今度は4になりますね同じように毎日ずらして5 6、7というふうにずらしていくわけです。そして、まあ、キングになりましたら、今度は、まあ、この場合はですよ、えー、ダイヤのキングというふうに、最後にダイヤのキングになるわけですね。 そうして計算してみますと 7×13×4 の365とこのようにしてまあそれにジョーカーを加えて最後にね3651年を知ることができたできましたというわけですねこのカレンダーの優れているのはそれだけじゃありませんよまあこうして日月火水木金土と置いてみますと毎日1枚ずつを 移動させることによって曜日が分かりましたがそれだけではないんですねカードを使うことによって4つの季節を知ることができました春夏秋冬ですねそしてそれぞれの色をですねこの季節に当てはめてみます これは、どれが春でどれが夏かということは、これは、まあ、わかりません。私は、春夏は赤い色ではなかったかなと思いますし、まあ、ともかくもそれは重要じゃないんですよね。そして、同じように、置いてみます。13×4、364になるわけですね。かける ×7 でね。13×7、7 91日。 同じように、夏も91日、秋も91日、そして冬も91日となるんですけども、ちょうど色が変わるところで、冬至から春分。まあ、ここが冬至ですね。そして91日が終わると春分になり、次の91日が終わると夏至になり、次の91日が終わると春分になり、そして一年が終わります。そして元に戻るわけです。 これほどまでに、まあなんて言いますか、正確に季節を表す。ということは、もうカードが単だただ単なる遊び用の道具でなかったことはわかります。日にちがわかります。週がわかります。そして、まあ月齢といいますかね、月がわかります。そして年もわかり、さらに季節も正確に このカードで知ることができます。結論から申し上げます。私たちがトランプとして使っているカードは、遊び用の道具ではありませんでした。このカードを使って、まあ家庭でですね、カレンダーとして使うことができました。 なちこのカレンダーはもちろんエイリアンによって発明されました。理由は簡単なんです。人間が太陽暦を知る以前にですね、すでにこのカードはあったということです。古くは古代、エジプト、あるいは中国説がありますが、太陽暦ができたのは紀元,後で紀元前後ですね。 で、それについてまた、シースター・オリオンさんはですね、フランスのカーナックも同じ概念で説明できるんじゃないかということをおっしゃってますけども、フランスのカーナックの列席はカレンダーであることはすでに私が証明いたしました。その、それについてのビデオは続くビデオの中に収録しておきますから、どうかご覧になってください。カーナックのこのブルーのラインも7列あります。先ほどの、まあ、トランプと 比較してみますとその類似性関連性がお分かりになると思いますですから縦に52石があったと思われますそしてそれに1個加えて365ということになりますね